西尾市立図書館おもちゃ館は、愛知県西尾市亀沢町474番地にある児童館。旧称は岩瀬文庫児童館。西尾市立図書館や西尾市岩瀬文庫と同一敷地内にある。1925年頃、建築家西原義次郎の設計により、岩瀬文庫の児童館として建築された。学校以外の児童向け施設としては日本でも、 最初期の施設であり、日本初の児童館とされることもある。1980年には、日本建築学会が観光した、日本近代建築層乱各地に残る明治、大正昭和の建物に掲載された。児童館は、西尾市立図書館を訪れる児童のために開放されていたが、あまり利用されていなかったという。西尾市は1986年度に、 1> 約1000万円の予算をかけて自動館を改修し、1986年12月20日におもちゃ館が開館した。1985年には西尾市幸町で用品店を経営する鳥井市郎が西尾市に対して全国の郷土玩具860店を寄贈していた。このうち約350店が展示されており、 玩具は一定期間ごとに交換されるという。1999年6月7日には、西押し岩瀬文庫書庫と共に、国の登録有形文化財に登録された。2003年には、外壁のペンキの塗り替えが行われた。2006年時点では、子供の室内遊戯場として使用されていたが、現在は耐震化などのために、長期休館中である。建物の東表建物は、 木造平屋建三河原きの小規模な洋風建築である。窓台の高さなどは子供に合わせて低く設計されている。腰壁にはモルタルが塗られ、西尾上城種城の家紋などが入った古河原がはめ込まれている。外壁はコロニアル様式の下見板張りであり、日本におけるこの様式の典型例とされる。ありがとうございます。